はい、皆様こんにちは。はい、今日はですね、リクエストいただきました、米中の関係、中国とアメリカが、緊迫している状態が続いているんですが、今後未来はどうなるのかっていうのを占ってみました。はい、では今回はリクエストいただきましたアメリカと中国の関係が今後どうなるかというのを占ってみました。このようなねカードが出たんですが、結構バッと一瞬こう全体的なリーディングをしたら、かなりね緊迫しているような状況なんですよ。全体的には良くない方向に向かって言ってるかなと思うんですけど、まずちょっと現在から見ていきたいと思います。中国がアメリカに対してどう思っているか、現在ですね、現在がこちらになるんですけれども、悪魔ですね。中国はアメリカに対して気を緩められないとか、もう油断できないってとか、あとはもうしつこいとか、そんなイメージが入ってきますね。まさにもうこの悪魔、もう中国から見たらアメリカはもう悪魔に見えているんでしょうね。はい、では今度片やアメリカから見た中国はエンペラーの逆ですね。これは皆さん何回かタロット見てると分かると思うんですけれども、こうまっすぐだとリーダーとかトップの人なんですけども、これ逆で、そうですね、自分本位ですとか、そのトップの実力はないとか、そんな風に感じてるんじゃないですかね、アメリカ側から見ると。あとは信頼がもう崩れるとか、もう信頼自体はないですね。はい、ではなぜそのような状況になったかっていうと、まずじゃあ中国側の過去から見てみたいと思います。中国の過去ですね、これワンドのキングの逆位置が出てるんですけれども、すごい強引で威圧的だっていうふうに過去に感じたんじゃないでしょうかね。もう仲良くできないとか、もう不安定な関係、もう何が何でもやるっていうアメリカの姿を感じ取ってるようなイメージです。でその裏付けとしまして、クイーンのカップが出てるんですよ。このクイーンのカップはですね、他人に寄り添うとかいう意味合いがあるんですが、裏付けとしてなんとなくこう中国はアメリカをパートナーにしたかったような気がするんですよ。パートナーに最良だっていう、それで最初はきっと仲良くしたかったんだと思うんですね。柔軟な対応をしてきたというようなイメージが入ってくるんですよ。ですがとてもすごく強引で威圧的で、なんでこっちは仲良くしたいのに何なんだっていうところから、もうこの人とはアメリカとは仲良くなれないというようなイメージになって変わっていったんじゃないかなと思います。はい、じゃあ片や、アメリカから見た中国ですね。アメリカから見た中国は、星の逆位置が出ています。これはねやっぱり失敗とか何も実らない、
とかもう希望が見えなくなる、なくなるとかいった意味合いなんですけど、まあその裏付けとしてこちらのペンタクルの5が出てるんですね。これはですね、まあ、困難ですとか苦しいとか状況がどんどん悪化とかいう意味合いがあるんですけれども、まあ、このイメージとしたらやはりコロナですよね。あのアメリカからすると中国があの発端だっていうふうに思っているので、うん、中国のせいでこんな状況になったんじゃないかっていうすごくその強い思いがあって、で今希望が過去にはね、あのそのどん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 状況が悪化していって、もう損失とか失敗ですとかもう希望もなくなってきたという、そんなような気持ちがすごく強く過去に出ていて今の現在の状況になっているといった感じですかね。では今度未来はどうなるか、中国から見たアメリカ未来、うん、これねタワーが出たんですよね。これは、まあ、決定的な出来事とか災害とか、まあ、崩壊とかショック破壊、あとは大きな計画の変更とか急展開とか、もうあんまり良くないカードなんですよ未来的には。まあ決定的になんかこう悪化していくようなイメージですね。アメリカと中国の関係は良くはならないような感じにカードは出てるんですよ。そのまあ未来の裏付けとしましてはソードの9の逆位置が出てるんですね。これは本質に向き合わないとか現実から目を背けるとかなかったことにするとか、まただから中国側からすると、まあその現実に向き合わないしきっと何かなかったことにしようとするんじゃないですかね。そういうことがまた事態を悪化させてこの関係も悪くなるといったイメージがあるんですよ。このタワーはねちょっと気になるんですよね。私占っててあんまりタワー78枚での中でこのタワーが出るって未来に出るっていうのはちょっとね結構気になるところなんですけれども、はい、ではアメリカ側から見た中国に対しての未来はこれはジャスティスで正義のカードが出たんですけれども、まあ、これは冷静な判断を下すとか、まあ自分が正しいと思うことを貫くとか、まあ責任を取らせる、まあ、制裁をとかそんなような意味合いなんですけれども、この未来の裏付けとして鳳凰の逆位置が出てます。これはモラルに反するとかいう意味合いもあるんですよね。あとはまあ信頼関係を利用、信頼とか絆を利用っていう形でこの2つをリーディングしていきますと、何か他国を巻き込んだりして制裁を加える、制裁を下すんじゃないかなっていうふうに取れるんですよね中国に対して。結構モラルに反するって言ったらもうちょっとやりすぎじゃないかっていうぐらいやってもおかしくないような状況になるのかなと思って、ちょっとねなんかごめんなさいちょっとがすごく多くなっちゃったんですけど、私もちょっとあの言葉を選んでどう伝えていいかなと思って、私占った時に最初にカードをバッて見た時にイメージがガッて入ってくるんですよ。その時に頭の中でどうやって伝えようかなって思う時があるんですよね。あんまり良くないカードが出た時は特に、で怖がらせたりしても申し訳ないのですいません、言い回しがねちょっと難しいんですが、未来はあまり、まあ、何かアメリカが中国に対しての制裁を、まあ、他国とかと巻き込みながら加えていくといった感じですかね。これでもタワーが出てるので、でまああとアメリカと中国の絆、架け橋っていうかその縁ってどれぐらいかなと思ったんですけども、これはワンドのページの逆位置が出てます。これはもうメッセンジャーという役割の男の子の
カードなんですよ、正位置だと。これが、まあ、逆位置に出てるんですね。ということはやっぱりね、この中国とアメリカの中でも正しくない情報がすごい入ってきてると思うんですよ。うん、だから情報自体もあまり良くないものがいろんな状況、この状況を作ってしまって、どん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 悪化させてしまっているような感じにも取れます。うん、絆としてはだからどんどん薄くなっていくような感じですかね。はい、では今度障害を見てみたいと思うんですけども、これは愚者のカードが出てるんですが、もうね、何があるかわからないといったカードですね。だからまあ、固定観念とか常識にとらわれないで想定外も視野に入れなさいよって言っているイメージが入ってきます、すごく。やはりね、これからちょっと中国とアメリカの関係は本当に注意しながら見た方がいいと思いますね。トランプさんとかも今選挙で忙しいからなんとなくそこまで来てない気はするんですけれども、でもね、もしかしたら水面下でいろんなことが動いている可能性もあるので、この辺はね、気をつけてみたいですね。はい、ではこんな感じに出ました。また続けてトランプさんとか州さんとか、まあ個人的には占ってみようかなと思うんですけれども、まあ今はとりあえず中国とアメリカの関係を占ってみました。すいません、興奮してしまってまたいろんな言葉の癖が出てしまったかもしれないんですけれども、今取り直そうか考えたんですが、またなんかこう整理するとなんかよくわからなくなってしまいそうなので、今回はこれでアップさせていただきます。申し訳ないです。はい、では、いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。